今日は静岡大学浜松キャンパスのオープンキャンパスにやってきました。今は化学バイオ工学館の会場には来てます。静岡大学のオープンキャンパスにようこそ。ご覧いただきました。私はですね、今日 のオープンキャンパスの、説明をいたします。化学バイオ工学科の、学科長をしています福原と申します。どうぞよろしくお願いします。具体的な、化学バイオ工学科の、コースの内容です。3つの分野がそれぞれ併設されています。まず環境応用科学コースの方では、環境プロセス工学、超環境調和マテリアル科学、有機グリーンファインケミストリー、こういうような3つの分野に分かれています。バイオ応用工学コースの方ではケミカルバイオロジー、バイオマテリアル、バイオプロセス、こういう分野が併設されています。で、焚き火を家の中に持ってくるとやっぱり扱いが大変なんで、ろうそくを開発で、ガストとかそういうのが発明されて、まあ、現在はこの3種類がまあ日常生活ですね。ただ、実際はこの白熱電球っていうのはもう製造をやめてる会社が結構出ていて、白色 LED というものになっています。でじゃあこの、こういう照明機能をまあ、説明するの一番いい尺度って何かっていうと、太陽の色合いね。太陽と同じ色が出ると一番高性能だというと、どれぐらい太陽に近いで、最近 最新の白色 LED っていうのは実はまだ70点か80点ぐらいで、実は白熱電球は100点に近いで、もちろん白熱電球はエネルギー的に入れたエネルギーに対して光として取れる、光の量があまり多くないんで、だんだんこう、まあ、消えていく運命になるんだけど、これは色合いという意味では実は一番いいということで、技術も、ね、いろいろ進歩していくと。でこの LED なんかもこう太陽に近い色にしようっていう研究もこれからされていくだろう、まあ、今してるっていうかな。この微生物燃料電池っていうのが今ちょっと、まあ、ホットなところ で、これ何かっていうと、こう皆さんが食べ残した残飯だったりとか、あるいはその毎日やるそのうんことかをですね、こうきれいに しながら電気を生み出すことができるっていう装置なんですね。これ微生物がやってくれてるんですけど、だからこれがもし本当に実用化されれば、家庭で出るいろんな卵みたいな汚れたものをきれいにしながらこう家の電気を作るということですね。まあできるので、まあ、世界中で研究されてますけど、まあ自分でやってて、こう、まあ、社会に役に立てたらやってるんですね。ではまず希望の学部、学科を教えてください。化学バイオ工学です。はい、ありがとうございます。それでは今日のオープンキャンパスの印象はいかがでしたか？なんか将来の枯渇しそうなエネルギーとかそういうのなんか夢があって、なんか研究するのが楽しそうだと思いました。ありがとうございます。それでは最後に将来の夢や大学で学びたいことなどがあればお願いします。今までは学校の先生になりたいと思ったんですけど、今日見てそういう夢がある研究もしてみたいなと思いました。はい、ありがとうございます。